株式会社コロプラは、オンラインゲームの開発、運営を行う企業である。2003年、創業者のババイサワツ氏が、クラブに、勤務の傍ら、個人的な副業として始めた一芸、コロニーな生活が発祥である。ゲームが人気化したことにより独立し、2008年に、コロプラを法人化した。コロニーな生活を法人化する際に、初心を忘れることがないように、 会社設立当時のサイト名、コロニーな生活プラスの愛称である、コロプラを社名とした。法人開雇は、コロニーな生活をベースにした多業種企業との提携や、一芸を含めた、携帯端末向けゲームの開発を積極的に行っている。2013年1月から3月の売上比率では、プロ野球プライドをはじめとする、スマートフォン向けネイティブアプリが、 全体の77%を占めている。コロプラは、一芸という商標の登録者でもある。2013年3月27日に、グループス市会社で、ニュースサイト、ソーシャルゲームインフォを運営する、ソーシャルゲームインフォを買収。2013年10月3日から、日本テレビで単独提供ミニ番組、遊びラボの放送が開始された。 2012年12月13日に東京証券取引所マザーズに上場。2014年4月22日に東京証券取引所第1部に市場変更された。2015年より J リーグのトップパートナーとなる。2016年5月10日に株式会社エーティングを子会社化した。 2020年4月3日付で株式会社治スの持つ発行済み全株式を取得し完全子会社化する。2020年9月1日付でソーシャルインフォの株式をブシロードに譲渡する。コロプラプラットフォーム上で提供される携帯電話またはスマートフォン向けのゲームアプリである。コロプラにおける直接開発提供アプリもあれば他社によって開発。 運営されているものもある。近年は他社によるものが多い。現在日本テレビ系、テレビ朝日系 TBS 系、フジテレビ系テレビ、東京系、または、スポット CM がほとんどである。過去、ありがとうございます。